姉貴の可愛さがバレてきたか、に対するみんなの反応。姉貴は万病に効く。バナナ先輩姉貴好き。納金姉貴好き。姉貴って結構あれよな。なあ、ブライアン。今の私は君にとって、自慢の姉になれただろうか？天才の妹に対して努力家の姉貴が言う重みよ。それでも自慢の姉として頑張るのが尊いんよ。努力ねえ。リアルじゃ姉貴も十分化け物の息やったけど。まあ、その通りやな。三冠馬と比較すると見劣りするけど普通に怪物なんよな。無敵の兄貴、最強の弟が格好良くて好きなんだ。わいは泣いた。なりぶの笑顔がええんじゃ。姉貴のストーリーほんとすこ。泣ける。なりぶも可愛いし。さすがだな姉貴。姉貴はブライアンが取れなかった春天を取っているから、そういう意味ではビワハヤヒデも化け物よ。家に帰れば、ビワハヤヒデと成田ブライアンという可愛くて強い娘がいるお父さんは前世で一体どんな善良を積んだのか。しかもこの二人を産んだ母親もいるわけだからな。パシフィカス母さんやばすぎー。パシフィカスの妹のキャットクイルも G1 馬2頭の母親なんやで、ファレノプシスと絆。こっちは絆経由で今後も広がっていきそう。高校息子だなー。大中アルから続く5代 G1 制覇する日本近代競馬の決勝式。大中アル、エアグルーブ、アドマイアグルーブ、ブラメンテ。頭でっかち姉貴好き。ちゃんと見ると小顔でくっそ可愛い姉貴。私一押しの馬娘ですね。髪の毛のボリュームがすごいだけで顔自体はなりぶとほぼ同じだからな。やっぱ姉妹なんすねー。なお史実のサイズは、顔が膨張色の白なのが悪い。いややっぱでけえわ。姉貴のシナリオはライバルとのクラシックでの青春。史実では叶わなかった最強の妹との決戦。トレーナーとの絆などなどいろんな要素が詰まった最高のストーリーだよな。ビワシナリオの有馬はかなりレアなブライアンの満面の笑みが見れる用意べよな。気を照らわない、姉じゃらしい。綺麗にまとまった両シナリオだと思う。正直一番好き。印象ではビワハヤヒデはブライアンに見劣りしとらんぞ。安定感のハヤヒデ、爆発力のブライアン、こんなイメージだわ。直接対決が実現したらハヤヒデが勝ってたと思う。15連対やって最後は5位だけど、それも屈腱炎をやってだからな。普通にこいつもアタオカレベルや。三冠馬だから、そこを重要視しないのはリアル競馬の歴史や、そこを目指した関係者や馬の努力を全否定することになるから、仕方ないって。早秀もマジモンの怪物だし、直接対決で早秀が勝ってたかもと予想できたとしても、三冠馬を他の馬と同列にしちゃいけない。両馬のクラシック期の成績で比較すると三冠馬のブライアンには当然見劣りするけど、同時期の両馬で比較すると小馬となって春天、宝塚を危なげなく連勝した早秀の印象は強烈だった。有馬で直接対決が見たかったね。姉貴の可愛さがバレてきたか？もともとバレてる定期。バレバレ定期。怪物ブライアンには普通の努力じゃ勝てない。つまり普通じゃない努力をすればいいわけだ。これは理論派ですね。これでオーバーな練習始めるからほっとけないんだよな。お兄様、必要な練習を必要なだけしてくるね。加減しろバカ。ついでにブルボンおめえも加減しろ。まあ確かにあの春天のマックイーンに勝つには必要な練習だけどさ。だんだん本当に頭いいかって思うようになってきたんだけど、どんどん好きになってる。姉貴は頭がいいタイプではないな。頭が良くなるように努力するタイプだ。本来の姉貴は BMW ではっちゃける時のそれだろう。多分論理で納得したいタイプなので、逆に言えば納得させさえすれば多少トンチキなこともやってくれる。ツッコミのふりをしてるボケ。だがそれでいい。BMW ってひとまとめにされてるけど正直早秀が頭一つ抜けてるよな。正直二つ三つは抜けてるぞ。正直春までは結構拮抗してたと思うわ。怒りの夏休み返上特訓の後から差が出始めた感じがするだけで。父
ケゾーと耐震の小場になってからの成績も別に悪いわけじゃないし、重傷取ったり掲示板入ってたりしてるんだけど、早秀が飛び抜けすぎてる。今頭が一回り大きいだとか聞こえた気が。歴代でも三冠分けあったとしても、その後も同等に活躍できる方が少ないだろうしな。そんな中で際立つグラン、ラブズ、クロノの三受決のヤバさよ。同期が絶対王者、現役最強なんてなる中、いまいち勝ちきれてなかったラブズが最後の年に怒りの海外4遠征で追いつくのすこ。姉貴は4歳も強かったけど、5歳になってからがヤバいからなぁ。チケゾーと大臣は世代の名馬って感じだけど、早秀は時代の名馬って感じだった。BNW で集まると知能が低くなる姉貴すこ。状況に応じてどの役割もできるキャラ。チケゾーを二人がかりで止める構図かと思いきや、姉貴も乗っかるから大臣が孤軍奮闘するというね。琵琶早秀というと競り合いに弱い根性なしの代名詞みたいに扱われるけど、実際は瞬発力が不足してたらしいね。むしろ現役時代は根性とは無縁の馬なんだけどな、早秀って。競り合いとかも得意じゃないし。だから不足してる根性が欲しいって意味で根性補正つけたのかね。調教師は早秀はあいつに足りなかったのは一瞬の切れる足で、瞬発力が足りないのを根性でなんとかしてたんで、根性は一級品だったって言ってんだよな。そうだったの？よく競り合いで負けてるから根性ないと思ってたけど、単純に末足がないタイプだったのか。努力ねえ。リアルじゃ姉貴も十分バケモンの息やったけど、好き。まあそこは本人がそう思ってるだけで、ブライアンはこれっぽっちも自分が姉より優れてると思ってないし。秋天前に、君と私、片方の足を失えば勝利へは駆け出せないって自分とトレーナーを足で例えてるの息で好きなシーンだわ。JRA の CM の通り、マジで愛されキャラだよなぁ。性格的にも人格者なのがさらに良い。ほんとメインストーリーとキャラストーリーいいよね。個人的には根性でも構わないが、固有の出づらさと隠しいべないのがきつい。成長補正がまともになったはずの配送サンタが、性能面でクリオグリの影に隠れて、全く話題になってないのも固有の問題なのかねー。先行環境ならかなり強い固有だよ。クリオグリは客室とかコースとかに関係なくレースをぶっ壊せる可能性を秘めてるから、常に話題に上がってしまうから比べてはいけない。髪をもふもふしたい。ブライアンの配布 SSR もいいよね。そうだろデジタン。オーバーワーク気味のトレーナーを早秀が説教するシーンがすこ。基本育成シナリオではトレーナーが担当馬娘を気遣うことが常だから新鮮味がある。姉貴のキャラソンの手綱と絆を聞くんだ。歌詞がストーリーとリンクしすぎていて姉貴の尊さに気づくわよ。早秀、人参を食べながらではバナナを食べることができない。では今咀嚼している人参を吐き出してはどうだろう、ダバー。姉貴のシナリオはそれ自体が面白いだけでなく、読んでおくとブライアンやチケゾー大臣のシナリオや、メインストーリー3話4話の味わいが増すのがいい。ブライアンもだろ。ブライアンやると姉貴をかなり評価してて見方が変わる。天才の妹に絶大なコンプレックスを持ってるけど頭脳でなんとか勝負してきて、途中から恋愛要素が入ってエンディングで妹に姉とトレーナーの結婚を匂わせて終わるって割と完璧な流れだな。最強の姉妹すこ。一応アニメ2期のラスボスだよな。もうちょっと出番があってもいかったかも。クリスマス衣装も似合ってて好き。前世紀の早秀とブライアンとどっちも戦ったイーデライナーって馬が、どれだけのタイム差で負けたか調べるとどっちが強いってのがわかるって言われて調べたけど、宝塚記念とダービーの比較。なるほどおしゃれなこと言う人がいるもんやなと思った。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。